Hello, this is Hiroshima City Japan. A painter assisted by aliens, William Adolf Bougaro.Bougaro という画家はですね、調べれば調べるほど謎に包まれています。で今日も検証してみました。色を落としてみますと、まさに写真そのものなのですね。B の絵です。 これも同じように色を落としてみますと写真そのものなのですねで A と B を貼り合わせてみますと少し荒、まあ、っぽい貼り合わせ方でしたけども同じですがやや動いてるんですね口それから右の方がややぼかしが入っていますあるいは元の画像が荒、まあ、いせいかもしれませんけどもこうして比べてみますと 絵という範囲を超えて同じなのですで。何人かの方からですねブーグローは、まあ、写真を使って絵を描いていたということを指摘していただきましたがしかしそれは後から理由ですね当時カメラがあったという理由だけでカメラを使っていたはずだそれは現代流の考え方でしてねカメラがあったところでそれをどう応用していくかということになりますと10年20年の 無歳月が必要なんですよ。で、この2人の女の子を比べてみましても、髪の毛の色まで同じなんですね。もしカメラがあったとするならば、当然、カラーを撮影できるカメラということになるわけですね。まあ、写真に色付けしたということであればですよ。が、そんなことはありえませんね。で、この順に見ていきますと、特にここにちょっとこう注意してみました。この、なんて言いますかね、腰のところですね。同じなんですね。 そして、スカートを精査させていましたが、もちろん絵ですから、あの後で色を、まあ、塗,塗るって言いますかね。ということがなされたでしょうから、細かいシワなどは比較できませんけども、しかし基本的なラインは同じなんですね。なぜかということになるんですけども、特にこの腰の線ですね、まあ。よく似てるというか、同じというべきなのか。しかし、この2つの絵の間には3年という年月が流れてるんですよ。 で、さらに、まあ、喋べってみますとですね、この女の子と、それから、もう一人、同じ女の子を見つけました。これは続くビデオの中で、えー、にはありません。で、このスカートの端、端、それから肩の線と比べてみますと、同じ女の子かなっていう感じしますね。が、しかし、顔を見ますと、同じなんですね。 でこの女性、これは今日あの続くビデオの中でももう一度あの精査して,、ま、していますので、その追加的検証ということになりますけど、この波を見ていただきたいんですね。上の荒波、下の、まあなってますか、渚の泡くですねで。これは実際の写真ですけども、色の使い方、表現の仕方が全く同じであることに皆さんご注意ください。ただ、上の方はややぼかしが入っています。 そこで、この部分をですね、えー、切り取って、下の、これは実際の写真ですよ、下の写真は、ぼかしを入れたり、色を落としたりしてみます。すると同じなんですね。大体こうしたカメラ、当時のカメラでですね、こうした瞬間を捉えるということは不可能でしたね。それから、動きのあるものをこのように捉えることは不可能です。ということもあの考慮に入れてくださいね。 現在のデジタルカメラそのものを想像してはいけません。そしてこの波打ち際のアーブグですね。下は実際の写真です。で、比べてみますと同じなんですね。で、ブーグロの絵、私が調べられ,べる,られる範囲で調べてみましたけども、海の絵を描いたのはこれが1枚だけなんですね。あの、まあ、近,近視察といいますかね、近くで。あの、 ですから、まあ波、波の画家でもないんです。そうした袋がこうした絵を描き得たというのはどういうことなのかということを皆さんも考えていただきたいと思います。このような、まあ、動きのある絵は、波はですね、当時のカメラでは撮影は不可能でした。えー、激しい動きですね。そしてさらにおかしなことにですね、えーまあ、こうして比べていましてですね、下の上の方がややあの ぼかしが入ってます、ね、で、この下の部分をやや大きくして、ほぼ同じ大きさにして、ぼかしを入れ、そして下の方だけをね、上はあの手を加えてませんけど、下の方を明るくしたり、えー、ガンマを上げたりして同じようになるこ、同じようになることを確かめてみました。皆さんは上の,と上の泡と下の泡の区別がつきますか 私にはできませんね。ということはこういう、こうしたカメラではなくて、さらに高度なカメラを使っていたということになりますね。さらにおかしなことがあるんです。ここを見てください。いいですか手前の方、下の方ははっきりしてますね。そして上の方はぼんやりしてますね。いわゆる、その、なんて言いますか、遠近法を使っているということになるわけですけども、ここで矛盾が生じてくるわけです。この女性の位置と比べてみてください。 特に女性の方はそうはなってませんね。まあ、そのぼ,ぼんやりした部分と同じ距離にあるはずなのに、まあ、クリアな、まあ、体を、になっています。で、この下のこの手に、指に注意していただきたいんですけ特に真ん中ですね、右ですね、なあ海の水のくぼみができている感じがしますで。さらに検証を続けますと、まあ、あの、 女の子ですね。これはあの2人同じ女の子だと思われますけども、やや年齢が離れていますね。まあ、左の方が、まあ、より幼くていや、右の方がやや、まあ、何ヶ月かそこら、まあ、なんていますかね、時が流れた女の子の顔だと思います。しかし、その特徴は眉毛、口などに、まあ、あの残っているわけです。そして、この肩のラインなんか見ていただくとわかりますように、全く同じなんですね。 ややあの年齢というかあの離れてます。そしてこの女性です。この女性は別のところで裸の女性となって現れています。まあ、多少スケベ心のある人であるならば、これら2人の女性が同じ女性だということがお分かりになると思います。つまり、同じ女性なんですね。同じモデルだというよりも同じモデルを使った写真なんですね。ということに皆さんもお気づきになると思います。さらに、 こんな写真もあります。まあ、左の女の子もね、向かって左の女の子も他のところで使われている女の子ですね。そして、この背の高い方の女の子ですけども、同じ顔なんですね。ということは同じモデルを使っているということなんです。こうしたことができるのは写真のみですね。写真だからこそできるんですよね。同じ顔、全く違った絵の中で、別々の絵の中でですよ。同じ顔に見えるってかつ。 ということなんですね。ということよりもですね、何よりも、ブーグローがエイディアンに助けられていたという理由の一つがですね、こうした絵をブーグローは、なんと、1 9 0 1855年から亡くなる1905年までの50年間の画家としての生活の中で、1200枚も描いたということなんです。で単純に計算しても、2週間に1枚ということになるわけですね。 まあこ,のこれについてね、ある方が、あの、投稿欄の中に書いてくださいましたけども、まあ、その方はプロの画家ではないんだそうですけども、一枚の絵を描くのに数ヶ月かかるのは当たり前だということを話してくださいました。しかし、ブーグローはそれを、こうした絵をですね、極めて精緻な絵を、2週間に1枚描いたというんですね、それは可能であるか、可能でないかということは、皆さんの判断にお任せしますけども、まあ、 普通このモデルを写真撮って、そしてプリントアウトして修正して、絵として、定裁を整えるとしてもですよ。私たちが今現在使っているプ,レプリンターを使ったとしても、まあ2週間はかかりますよね。ということもちょっと考えてください。で、結論ということになりますけども、もうお分かりですね。ブグロは、まあ、当時の技術ではありえないような技術を使って絵を描いた。すなわち、 私たちは神と呼ィオブエイリアによって助けられていた。どういうにも結論付けてよろしいんじゃないでしょうかということで続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and bye for n o w h e l l o This is Hiroshihayashi and YZRHS Japan.Impossible Possibility by William Adolf Bougro.Photographed Paintings. 不可能な可能性。写真技術で作られた 絵画。ここに四枚の絵画があります。ブーグローが描いた絵画です。これらの四人の女の子は。同一の女の子と考えられます。で、これら四人の女の子を並べてみます。 で、皆さんにまず考えていただきたいのはこれは絵なのか写真なのかということなんですねでこれらの女の子は共通して青いリボンを頭につけています目も全く同じです写真のように同じなんですねで髪の毛もまあ外人の女の子の場合はですね 幼児期に色変わりすることが多いんですけども、それも正確に表現してあります。そして位置も同じです。金髪っぽいところは産毛ということになります。前の形を注意してご覧ください。髪の毛に注意してください。このあたりに産毛がまだ残ってますね。そしてそれも正確に表現してあります。 相手は動き盛りの女の子ですよ。そうした女の子をこうして、まあ、なんて言いますか、瞬間、その瞬間を捉えて絵にすることは大変難しいことだと私は考えます。髪の毛の色が微妙に変化しているのがわかりますね。変化ということは、変化している部分をですね、正確に表現しているのがわかります。で、目を 比較してみます。皆さん自身でご確認ください。正確に、まあ、同じであるという言い方が正しいんでしょうかね。でもう一度皆さん考えてみてください。これは絵なのか、写真なのかとです。続くビデオの中で、ブーグローは、ブーグローがカメラを使っていたということを 証明しますまだやっとなんて言いますかカメラができた頃の時代です。で私の結論はこれらは写真だということですね。まあ誰によってどのようにして書かれたかということはこれからの問題ですけども写真技術を使って 書かれたということです。レンブラント、さらにはダヴィンチと同じ手法が使われているということです。色を落とし、セピアにしますと、セピアカラーにしますと、もう写真と区別がつきませんね。ということで今日もブーグローの絵を 継承してみました。これが晩年のブーグローです。1200枚の絵を描いたと言われています。続くビデオをどうかご覧ください。thank you and bye。hello this is y z r h s and 広瀬林 japan。 エイリアンは現在の今もそこにいる。その証拠と証明。謎の画家、ウィリアム・アドルフ・ブグロー。これがブグローの描いた絵です。写真なのか絵なのか。まあ皆さん自身でご判断ください。まあそれについてですね、YZRHA さんからこのようなメールが届きました。 ウィリアム・アドルフ・ブグロウの絵がおかしいと、検証してほしいという内容のものです。で、検証してみましたが、大変なことが分かりましたので、報告します。これが、ウィリアム・アドルフ・ブグロです。1825年から1905年、今からちょうど110年前にまで、まあ、いた画家です。これがブグロの描いた絵ですけども、まず、まあ、ブグロの描いた絵を皆さんご覧になってください。 まあこの少女の絵が多いですね。それから大変こうエロチックと言いますか、あの、美しい女性の絵が多いです。で、こうした絵をブグロウは、まあ、普通でない速さで描き上げたわけであります。ざっと拾ってもこれだけあるわけですね。で、これがブグロウの絵なんですけども、これが写真なのか、絵なのか、 写真なのか絵なのかということですけどもこれが写真で作られたものであるということを今日はこのビデオの中で証明いたします。ウィリアアム・アドルフ・ブグローの絵ですで順に検証してみますが、まあ、実に写実的というかその写実のレベルを超えてるんですね。 で、順に精査してみます。このスケッチ画を A とします。で、この絵に基づいてなのか同時に書かれたものかわかりませんけども、絵画が残っています。これを B とします。そしてこの A と B を並べて比較してみますと、全く同じなんですね。が、ここで間違い探しが始まります。このエンゼルが持っている 矢ですね。ここを見てください。ほんのわずかですけども、動いてるのわかりますね。右の方が、やや空間が広くなっています。ほんのわずか動いています。で、あとは寸部たがわずと言いますか、絵ですから多少の、まあ、書き加え、修正はあったものと思われますけども、この矢だけはごまかせませんね。同じことをリオナルド・ダ・ヴィンチが表現しています。まあ、性母子ですね。 で、同じ絵を A と B、2枚ダ、ダヴィンチは残しています。背景が違うことから、ところから判断してください。で、これは弟子の模写ってことになってますけど、模写なんかではありえませんね。そしてこの腕を見てください。この、まあ、子供を見てください。ほんのわずかですけども、口が動いているのわかりますかまあ、これだけでは分かりにくいかもしれませんので、今度手を見てください。指と棒の間がほんのわずかだけ広がっているのわかりますか さらに、もう少し分かりやすいところは、この棒と、それから肩の、まあ、脇の下の間の距離ですね。肩の、まあ、幅がやや、腕がですね、長いですね。同じように、ブクロウの絵も、同じように、まあ、ほんのわずかだけ動いているのは分かります。まあ、ダヴィンチの時に証明しましたけども、わずかな時間差を置いて、まあ、データベース、写真を撮ったからこのようなことになるわけです。が、これだけでは皆さん、多分、満足なさらないと思いますね。 まあ、絵ですから、少しぐらい動いたっていいじゃないかというふうに、まあ、お考えになる方も多いかと思いますが、ちょっと待ってくださいね。で、これが今お見せしました、まあ、ブグロウの絵なんですけども、この、今度は、この台といいますかね、女性が、まあ、お尻を据えてますね。この台を、石の台だと思いますけども、ここに注意してください。同じような、まあ、石の上に座っているのがわかります。そして、よく見ますと、 ここに文字が書かれています。それを拡大していますけども、このような文字です。フランス在住の、まあ、仲間の皆さん、この文字読めたらどうか私に教えてください。で、これだけじゃ足りない。で、さらに検証を続けてみます。まあ、この絵なんですね。非常に感動的な絵ですけども、この右と左、左と右見比べてみてください。これら二人は同じ女性であることがわかります。 顔を比較してみてください。やや見る角度が違いますから、違った女性に見えるかもしれませんけども、顔というのは多少角度を変えても、まあ同じかどうかということは判断できるものです。そして細部を、まあこうして検証していきますと、全く同じであることに、ことに皆さんもお気づきになると思います。なあち、わずかな時間差を置いて、まあデータを取ったということはこれでわかるわけです。はい、写真撮りますよ。バチはい、もう一枚。バチてこんな感じでしょうね。 まあ、これだけでは足りないかもしれません。では、もう別の絵で検証してみます。ここに一人の少女がいます。もう一人の少女がいます。これらの少女は全く同じ少女なんですね。持っている、まあ、なんて言いますかね、急須と言いますか、ツボも同じです。で、こうして比較してみますと、細部に至るまで同じなんですね。ただ、右の女の子はですね、腕をまくっていますね。 左は伸ばしています。その違いは同じで、カラーを落としてセピアにしていますと、もう区別がつきません。いわゆるそのトーンの使い方が同じだということです。いわゆるメ度ドがね、私はあの、これメイドを何も手を加えてませんので、誤解なさられてくださいね。そして、それだけじゃないんですね。この顔を見比べてみてください。この顔ですね。そして、今度横顔ですけど、この顔です。この眉毛に特徴がありますね。 長くて、そして、あの、目地の方までずっと下がってますね。すなわち、これらの女の子は同じ女の子だということなんです。鼻が少し団子場になっているところも同じです。そして、この襟,襟に注意してください。同じですね。そして、この、まあ、つぼいうんですかね。この色彩の感覚、そして、この取っ手のところがね、ちょっとこう、盛り上がっているの分かりますか 同じなんですね。そして色の感じ、それから反射光の描き方、同じだというふうに皆さんお気づきになると思います。すなわち、同じデータベースを使っているということなんですね。と言いましても、まだ皆さん満足なさらないかもしれませんね。そんなことは同じ画家が描いたんだから、同じようになって当たり前じゃないかというふうにおっしゃるかもしれません。で、一年違いますけども、まあ、年にまたがって描けば可能だったってことですね。さらに検証を続けています。 ここに女の子がいます。で、同じように似たような女の子がもう一人います。これら同じ女の子です。まあ同じモデルを使ったわけですね。そして服に注意してください。セピアカラーにしていますと全く首つきませんけど、目を見てください。同じですね。それから肩です。同じですね。まあ同じとしか言いようがないですね。向かって右の方もやや下がって同じです。で、顔を比較してみますが。 髪の毛を見てください。で、向かって右の方はややね、まあの、顔が傾いて内側に向いてますから違って見えますけども、同じブルーのリボンをつけています。そして、髪の毛が跳ね出ているところ。先ほど言いましたように、わずかな時間差を置いて取ってますから、風が吹いたりして、白人の髪の毛が細くて柔らかいですから、動きやすいですよ。それからこの団子花っぽいところ。そして髪の毛、右の方向かって右の方がやや乱れているところ。 そしてこの襟に注意してください。まあ同じとしか言いようがありませんね。で、これを拡大して比較してみます。このようになっています。そしてレースの編み方、2段になっているところ。これはダヴィンチも同じ手法を使ってますね。このように全く同じなんです。 どう違うかというか、逆に言いますとね、違う方をあの探した方が難しいかと思います。そして、その,の襟の間の模様を見てください。同じ位置にこの丸をつけてみました。そして、左の方もよく見てください。そして、そのさらにその左も同じようになっています。これはもう写真としか言いようがありませんね。が、これでも皆さんは多分満足なさらないかもしれません。決定的な証拠ではありません。で、この二人の女の子から、 もう一人似た女の子もいますが、この女の子はひょっとしたら違う女の子かもしれません。まあ、ともかくも一人の参考的な、まあ、絵としてここに並べてみました。さらに検証を続けてみます。今度はこの絵です。エンゼルがいますね。で、これはですね、ど,どうしてこれが重要かというとですね、全く同じ絵がもう一枚あるからなんです。で、私はワガメを疑いましたね。 そこでもう一回目録を調べてみました。これがブグローの目録です。公式の目録と考えていただいて結構ですけど、ここにあるわけですね。この上に二つ、上から一、二番目がそうなんです。で、私はこれ同じ絵かなと思ったんですけど、そうではなくて、別々の絵なんですね。そして持ち主も違います。上は個人所有、下はオーストラリアのホバートアート・ギャラリーが所有している絵なんです。 で、この二つを比べてみます。で、大きさがですね、ここに寸法が書いてありますので、この絵を、えー、調べてみます。で、これ縦横がですね、国によって表記の仕方が違いますので、日本の語は縦横と言いますが、英語の場合は一般的には横縦の寸法を書きますが、国によっては縦横で書くとこもあります。ともかくも、大きさの比率からして、えー、この、いるその、実際の大きさを比較してみました。 左の絵は小さいですね。右の絵は大きいです。で、これが同じ絵なのか違う絵なのかってですけども、目録によれば違う絵なんで、ひょっとしたら同じかもしれません。というのは、あまりにも同じだからです。区別することができないほど同じなんですね。まあ一応ここでは A と B を、まあ一応比較してみますと、皆さん目で追っかけてみてください。ひょっとしたらこれは同じ絵かもしれません。そういう可能性も、なきにしもあらずです。 まあ一応私が調べた範囲では別々の絵ということになっています。これは別々の絵とはもう言えませんね。もしこれが、これがですね、別々の絵であるならば、サイズが違って全く同じ絵だということなんです。まあこれだけでも一つの、まあ証拠になるわけですけども、多分皆さんは満足なさらないと思いますね。これは林博士の間違いであると。 なあち、その誤解であるというふうに、まあ、考えられればそれまでなんですけどもね。一応私は誠意を持って調べてみましたけども、別々の絵ということになっています。で、こうして比べてみますと、髪の毛の、なんて言いますかね、形、位置は同じのことを、細い髪の毛に至るまで同じなんですね。ただ、右下の方にはやや細い髪の毛がある、より多いように見えます。額の上の方を見てください。 まあこのようにまあ同じであると。で、これについてもまあ、皆さんは多分満足なさらないかもしれません。これは林博史の見間違いであるというふうにまあ、あの見間違いというかね、あの同じ絵をね、二つに分けてる。しかしもう一つこの寸法を見てくださいね。これは目録に出てる寸法です。これがまあ実際のサイズコンパリューゾンです。 右の方の絵はですね、まあ、約4、まあ、2倍ですわね。面積で言えば4倍の大きさになっています。皆さんどう思いますかこれ、2つ違う絵なのか同じ絵なのか。個人所有と、オーストラリアのホーバー島にある、まあ、絵ということになりますが。で、結論なんですけども、この、まあ、ウィリアム・アドルフ・ブグラ、ブグラですね、ブグラはですね、の時代にはカメラがあったかですけども、 実はこの時代にもうそろそろカメラが出てきたわけですね。しかし、動く物体、動体はまだ撮影できませんでした。で、この絵を見てください。セピアを落としますと、これは皆さん写真だと思いますか絵だと思いますかこの絵もそうです。セピアカラーにしてみますと、よくわかりますね。写真なんでしょうか絵なんでしょうかこの絵はそうですね。白黒にしてみますと、セピアにしてみますと、やっぱり写真と区別つきませんね。 皆さん自身で判断してください。絵なのか、写真なのか、絵なのか、写真なのか、私の頭の中でも繰り返し繰り返し、まあこの疑問、謎が湧いてきました。写真なのか、絵なのか、セピアにしてみますと、まあ写真。と言っても、誰も疑いませんわね。写真なのか、絵なのか。写真なのか、絵なのかということになります。 が、これだけではまだ皆さん満足なさいませんね。絵だ。1%でも、あるいはその数十分の1でも人間が描いたという可能性がありますと、人間が描いたものだと主張する人は多いですね。が、しかしちょっと待ってくださいね。まあ、この絵なんかもそう、特にそうですけども、セピアにしてみますと、写真と区別がつきません。が、これはそうではありません。この絵です。よく見てください。 彼はカメラを使ったのか使わなかったのか。カメラなんかあるはずありませんよね。カラー写真っていうのは私がまあ子供の頃、今から50年ほど前にまあできたわけですからね。が、しかしここにその答えがあります。この女性をよく見てください。よく見てください。で、色を落としてみます。そしてここにまあ、ブーグローのミスがあります。手を見てください。この手はですね、 この指先おかしいと思いませんか波打ち際の波の中にあるはずでしょところが指先は浮いてますね。ここ見てください。合成写真だということなんです。そして下の合成前の下のまあ岩っぽいものも一緒に写り込んでし,しまっています。合成ミスです。いわゆるカンパセットフォトグラフだということなんです。もう一度よく見てください。ここの部分です。 向こうから大波が来ますね。そしてここは、この女性が座っているところは波打ち際です。この波を見てください。この波です。この波。右が本物の波です。同じです。すなわち、ブグロウは、この波の写真と女性を合成させたということになるわけです。が、本来、本来ですよ。 まあ、右が波打ちで、その、右、あの、ブグロの描いたのはもう絵というよりも写真なんですね。そしてもう一個ここを見てください。この指です。本来なら、この辺りまで波が来ていて、手は隠れていなければなりません。お尻の部分もそうです。しかし、手は浮いていますね。 合成ミスなんですね。すなわち、これは合成写真だということです。その事実を知っているのは、この波ということになります。100年前と言いますけども、宇宙的な時間から見れば、100年などというものは、昨日、昨日にもならない。つい先、先頃ということになります。まあ、宇宙的に言えば、数分前、数時間前ということになるかもしれません。ということで、このブグロウの絵は、合成写真である。写真によって描かれた絵であるということになります。 YZRH さんどうもありがとうございました。これからもブグロをさらに検証していきたいと思います。Thank you very much for watching and bye.Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m t y Japan.Rembrandt had a 2D c a m e r a l e than p o s s i b i l i t y d は 2D カメラを持っていた。1%以下の 1%, 可能性1でもミスや間違いがあると全てを否定する人がいます。そして1%でも人間が作った可能性があることを理由にですね、人間が作ったものだ、書いたものだと主張する人もいます。しかし大切なことは1、1%でもその中に謎や疑問が生まれたら、残りの99%に目を向けることではないでしょうか。ここにレンブラントの書いた肖像画があります。 が、これらの肖像画を見比べてみますと、何かおかしいですね。何かおかしい。特に、例えば、といいますか、に着目しています。それぞれが共通点を持っています。もちろん絵ですから、後で手を加えたりすることはできるでしょう。しかし、まあ、今風に言えばですね、元のデータベースは同じ。もっと言えば、データの使い回しをしているということですね。 まあ、ヒゲにしてもですね、元のデータベースに、まあ、やや別のヒゲを加えて違ったものに仕上げるとか、あるいはシャープにしたり、ぼかしたりすることによって違った絵に仕上げるとか、そういった技法をレンブラントはあちこちで使っています。まあ、皆さん自身で判断してくださればいいですけども、1%の部分で私は何かおかしいと思います。疑問に思います。皆さんはどうでしょうか ということで、まあ、レンブラントの一枚の絵をここに紹介します。これはレンブラントの描いた手です。聖地すぎるほど聖地ですね。あの、線画で聖地に描くのは現代でもありますけども、このように色をつけた絵で聖地に描くというのは非常に珍しいんですよ。まあ、青いその静脈まで表現してあるのわかりますか ここまでやるかというような絵なんですね。で、これを見て絵だと思う,思う人もいれば、これは写真じゃないかと思う人もいるわけですね。まあ皆さんの判断、あとは皆さんの判断ですけども、この絵を精査してみますと、大変面白いことがわかります。まあ、 これから精査してみますが、指を精査してみます。で、もう一つの指を見ていただきますが、この指ですね、指っていうか手ですね。そしてですね、まあ中心線を引き、絵を描いてみますとですね、中心部分はいわゆるまあ、今ふにやっぱ焦点が合ってるわけです。 しかし、ほんの少し外縁部にずれていきますと、急速にでもさ、ボケていくわけですね。いわゆるピンボケです。これ中心部ですね。そしてややずれ、あのずれますと、ややボケてくる。さらにずれますと、ぼんやりしていきますね、まあ。レンブラントの絵はこのような特徴をみんな備えているわけですけども、逆に言いますと、いわゆるカメラを使っていたという疑惑も浮かんでくるわけです。いわゆるまあ、 中心部から外れれば外れるほど、ピンボケになっていくということです。右と左を比べてみてください。右は中心部です。左は外縁部ですね。これだけ違います。実際の人間の手を近接で写真を撮り、そしてそれと比べています。焦点が合っているところは綺麗に写ります。しかし外縁部はボケてきますね。 見比べてみてください。そして並べてみると、中心部はピントが合い、外円部はピントがずれてきます。先ほどのレンブラントの絵と比べてみてください。中心部は綺麗に描かれています。しかし外円部に行きますとピンボケになっていますね。このことから私はレンブラントはダヴィンチ、ミケランジェロと並んで 私たちが神と呼ぶエイリアンの助けを借りていたと私は考えます。今の段階、今の段階では、まず、まだ疑惑ということになりますけども、こうした、まあ、分析を続ければ、その向こうにレンブラントの謎が見えてくると思います。レンブラントの絵です。中心部はピントが合ってますけども、外縁部を見てください。ピントがずれてますね。中心部は ピントが合ってますけども、外部がピントがずれてますね。中心部はピントが合ってますけども、外部になりますとピ、ピンボケになってますね。今でこそカメラという概念がありますから、こうしたことを理解できますけども、なぜレンブラントがこんな技法をしていたかということも疑問なんですね。中心部はピントが合ってますけども、外部はピントがずれています。というようなことで、 レンブラント疑惑は深まってきました。えー、続くビデオどうかご覧ください。Thank you very much.See you bye.Hello, this is Hiroshihayashi, Hammam City, Japan.Are these all created by humans?Doubt your own common sense. これらはみんな人間によって作られたのか常識を 疑おう世界にはいろんなまあものがありますが本当にこれらは人間が作ったものかということなんですよね。岩を掘りこのような彫刻をし建物を建てそれがですね まあ聖地というかこ,ういうこれを岩を上から彫り込んで作ったわけですねこの前にしてもそうですこれはバーベックの神殿の基礎石ですけども本当に人間が作ったものかということなんですよねでこれもその一つなんですけどもちょっと簡単に精査していますこれはバリ島のプラ・ ランプヤンドってところですかそこにある、あいわゆる、スピリットドアって言わ,言われているものですね。まあ、いわゆる神々の入り口あれは出口だったかもしれません。こうして2つ合わせてみますとですね。このスピリットゲートの,ゲートの場合はですね。左右の汚れまで一致しているんですよね。これはまあ、どういうふうに考えたらいいかということは、まあ簡単に言えば、 まず作っといて2つに分けて話して話したってことですね彫刻にしても同じことが言えます、まあ、人間話たこれは木造ですけどもこうしたものが世界に残ってるわけです、まあ、人間がね単成に単成に掘り込んだものもあるでしょう しかしどうもそうでもないと思われるものもあるわけですね。これはギリシャ彫刻のあの部分ですけども聖地すぎますね。でこれはミケランジョラが彫ったダビデ像ですけどもこの手の部分を見ていただきたいんです。ここまでやるかというところまでミケランジョラは彫り込んでるわけですね。まあ彫ったわけじゃないんでしょうけどもね。 皆さんの手の血管と見比べてみてください。絵画についても同じことが言えます。こうした絵画は人間によって描かれたということになっていますが本当にそうでしょうか。私たちはそういう常識だけでものを 考えその枠からひょっとしたら出られないのでいるのではないでしょうかまあこういうこと言うとねすぐあの美術関係の本当ですよあの関係者から「君は人間の力をね侮りすぎている」とかそういうことを書いてくる人がいますそうかもしれませんし そうでないかもしれません。これらは皆、一枚の絵画を拡大したまあ部分なんですよね。この今の絵の,あの絵の具の割れ目は、後で描かれたものですね。自然に割れたものもありますが、わざと古く見せるために描き込んだ線もあるということです。なぜそんなことをするかということですよね。 これはレンブラントの絵の一部分ですけどもこの手を見てください皆さんはこれが絵だと思いますか残念ながら私にはこれが絵だとは思えないのですまさに写真なんですねで検証してみますがバリ島のこの割れた門 これは神々が降り立ったところというふうにも解釈できますね。あれは出口だったかもしれません。スターゲートだったと,いうだったと説く、まあ、研究者も言いますであの。調べてみたんですけど、場所がどうも今のはっきりしないんですね。一応、公式には今の座標です。 さらにこんなに興味深い事実もありますこれはレンブランドですね。年に描かれた画像ですこれがゴッホですね。そしてですね、これは私が発見したことではありません。あるグラフィックデザイナーが発見したことですけども、左右ゴッホの絵を反転して合わせてみるとぴったりと合うんですね。つまり、 この裏には何かがありそうだということですよね私も同じようなことを2年ほど前に発見いたしましたこれはガンダーラを代表する、えー、魅力菩薩像ですよねでこれは法隆寺の隣にある中宮寺にある繁華カ像ですよねこの2つを貼り合わせてみますと鼻の長さを除いて 寸部ぶたがわず同じです。皆さんはもう,もう一度皆さん自身の常識を疑ってみてはいかがでしょうか ?Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshi Hayashi, h a m a m a s i Japan.Mysterious Similarity of Two Buddhas or Holy saints, why don't people believe in what they see? In Japanese, uh, Here I show you two statues. One is a uh, one was created in Gandhara, another one is created, they say, in Nara, Japan. 2、えー、つの像を紹介します。1つはガンダーラで作られた、まあ、ガンダーラ美術を代表する、えー、魅力菩薩像ですね。ガンダーラ、パキスタンにあります。でもう1つは法隆寺の元は同じ境内の中にあったと思いますけども中宮寺にある、えー、ハンカシー像。 魅力菩薩像ですね。まあ、魅力菩薩ということは結局はミトラ系の、まあ、仏様であったわけですね。仏様というか魅力系の魅力系というか魅力教ですよね。はいまあ、頭のポコンと出てるのも、まあ、あのフリギア帽の、まあ、一つのバリエーションというふうにも考えられるわけです。でこの2つの像をですね、あのー、比べてみますと全く 同じなんですね鼻の長さと太さだけが違うだけ違うだけですあとそれを除けば全く同じなんですねポロポロポーションもまあそれはこの続くビデオの中でくら詳しく精査いたしますが説明いたしますがともかくも同じなんですでこれをね貼り合わせてみますとまあよく似てるというか似てるレベルを超えてるんですよね 例えばあの、まあ、A さんと B さんが似てると言ってもやっぱりこう顔を貼り合わせてみるとか並べてみると違うさらに半分に切ってつなげてみると全然違うそれは当たり前のことなんですよねところがこの2つの像はです、ね、あの今鼻が出ましたけどもあの鼻行がずれ、ね、てるところまで同じなんですよねそれから髪の毛のパターンそれからポーションこれあの あの拡大縮小だ,はあのだけはしてますけどもあの決してあの横の場し縦の場しはしていませんのであら,あらかじめっていいますかご,し、まあ、ご留意っ、まあ、ていうか何ていうかしておいてくださいねということです分かりやすければそういうインチキはしていないということですでまあこうして比べてみてということをこの後あとビデオの中で皆さんにお見せいたしますけども今日のテーマはですね最初のテーマはなぜひ人々は 見たものを信じないかということなんですねでも私これこのビデオを発表して208号ですからもう21年、えー、そうですね以上前にですねこのビデオを発表したんですよねがしかしまあアクセス数はほとんど伸びてないしほとんど話題にもなってませんけれどもまああの 話題にしたら大変なことになってしまいますしね、あの気持ちは分かるんですよ、無視せざるを得ないというかあの、認めたら大変なことになってしまうんですね、じゃあなぜってことになってきますと、その後の説明が続かなくなる,なるんですよね。 なぜ4800、5000キロも離れて直線距離にしてガンダーラの仏像とそれからあの日本の中国寺にある仏像がですね像、仏像というか像がですねあの、同じなのかということについて説明をしなくちゃいけませんでしょでその説明ができなくなってしまうんですよね。で、まあ、ある博物館の,あ,のある学芸員というかねあの、研究員の方にふとそのことを話しましたら、 あのこ,ううこういうふうに説明なさいましたねあの仏像というのはあの師匠が作った仏像にをその忠実に再現するのが弟子たちの役目なんだとで基本的に何かのこの仏像があればそれを忠実に同じように作るのが仏師の,物の,その、まあ、第一の心構えであるとそれは、まあ、奈良時代はそうだったかもしれませんけどねしかしこれはあの奈良時代の話ではなくて、えー、紀元後 の、ね、すぐの、あのー、ガンダーラとそして中国人に残ってるこの仏像が同じものであるということなんですよね。でこれをどういうふうに理解したらいいかってことなんですよね。でも分かりやすく言やっぱ同じだということは同じ、まあ、人が作ったかあるいは同じものを作って一つを日本へ持ち運んだかっていろいろ考えられるわけですけどね。 何しろこれだけの大きな仏像ですからね、そう簡単には持ってこれなかっただろうと思うし、その頃はそんな広域もなかったと思いますよ。まあ、ともかくもこうあの、事実は、事実はこれ、まあ、この同じ仏像、はっきり言っても同じ仏像ですよね。アメリカのコカ・コーラと日本のコカ・コーラ。 そういえばですねオーストラリアの清涼飲水もですね日本の清涼飲水も同じですね、形は。しかしあの向こうの方が全体に大きいですね。 あのペットボトルも大きいですでで、でもやっぱりラベルなんか見ると、同じもんだなというふうに分かるんですよね、それと同じようなことがこう日本とガンダーラの間で起きてるわけですよね、でまあ、じゃあアメリア、あのオーストラリアで飲んでるコカ・コーラと、ペプシでもいいんですけども、日本で飲んでるコカ・コーラ、あるいはペプシでもいいんですけども、それは同じものであると。ということはあの、作った人は同じというか、まあ、同じであると見るわけですよね。 同じように、同じようにというか、このガンダーラの,その仏,と仏像と中宮の像は同じであると、まずそこから考え始めるんですね。少し回りくどい言い方になりましたけれども、いまだに信じていただけないというかね、まだいまだにあのそんなはずはないんだということで、もう簡単にこう頭の中で片付けてしまって、もうそこから思考を停止し,してしまう人があまりにも多いものですからね。 私はそれであってはいけないという意味で、今日はもう一度その、なぜ人々はね、自分で目で見たものを信じないのかということをテーマにして、まあ、話しているわけです。で、まあ、こうして、あの後で言いますけど、中国の,あのこのハンカシーゾも薄めを空いているそうですねあの。直接電話をかけて、あの聞きましたら、丁寧に教えてくださいました。で、目の作り方、上まぶたのね、下がり方も全く同じなんですね、これ。 ただ大きさが分からないもんですからねあのー、残念ですねこういうんて言いますかねあのあいわゆるあ先週もですね奈良の国立博物館行ってきました。そそしてのの中にまああの 奈良時代のですね仏像群を見ましたけども、入り口のところではっきり言われますね、写真撮影は禁止ですとはっきり書いてありますしね、それでまあどうしてもダメでしょうかって聞きましたら、ダメですって、そしてその各部屋ごとのコーナーにはですねあの耳にイヤホンをつけた、なっていすかね、 なんて言いますかね、<laughs> 方たちが見張ってるんですね、まあ。だから私はそういうところじゃもう,あのもう写真撮れないと分かった途端にもう,もう全然興味がありませんからね、あのそういった仏像群には。なぜかとというと 干渉するだけではね、私はもう干渉するということについては、全然こうなって言いますから、あの <laughs> 興味がないんですよね。干渉って、あのー、干渉するんならあの、どっかね、山の中行って <laughs> あの、遠い景色を見てた方がよっぽどこうなって言いますから、あのー、はい、気分は安らぐし気持ちがいいんですよね。でもだから、 鑑賞仏像を見て鑑賞するっていうのはどういうことかなっていうのはよ、いまあ、未だに、まあ、あのも,うもうね、平均余命まであと十数年ということになりましたけども、いまだにそういう方面ではあの、はい、あんまり興味がないんです。あの、不信心者で,ものですいませんが、そういうことなんですね。まだ、あの、はい、もうあの、いろんな意味ではね、あの死ぬ準備っていうか、 もうあの世へ行く準備はいろんなところではしてますけどもまだあの何て言いますかあの死ぬまで何て言いますか命ですからね人間っていうのは死ぬまでの命ですからそれまで命があるわけですからね、まあ、できるだけ頑張って、まあ、みんなに迷惑をかけないようにしてあの世へ行きたいなとあの,世あの世があるかどうかわかりませんけどね、まあ、ともかくも自分の人生を終えてこのうちをもろとも私は消えるわけですけどもねまあともかくもはい干渉というのはあんまり 興味がないんでですすよねね、まあ、ちょっと反りましたですけども、ね、じゃあこのそうそう今ちょうど出てきましたけどねあのミロのヴィーナスとガンダーラの,あの髪の毛のはね同じなんですよこれそれをねあのそれをね B4 の大きな髪にコピーし直しまして一本一本精査してそれこそ1週間もうやりまくったんで当時はですね髪の毛の位置番号まで全部頭に入っててちょっと今もう記憶が薄れてきましたけどもね それをそのビデオ、YouTube で発表したんですけどやっぱり反応はほとんどありませんでしたね。で、皆さんは、まあ、結構あのね、あの、<laughs> 辛辣な方が多いもんですから、さーっと見て、私は一,一緒じゃないと思う、なんとかね、あなたの言ってるのは40%は正しいけど、60%は正しくないとかってねポンポンとこう結論出されますけども、あれはちょっと残念ですねで。まあ、あの、ともかくもそういうことで、あの、はい。 あのもう一度一度皆さんもあ,、まあんまり簡単にねあの,あの黒の 私はあの何回も何回もやったんです、あの精査は、そんなはずはないってことを大前提にしてやるやったわけですからね、最初は。しかし、どん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 ぴたりぴたりと合っていくもんですから、あのー、おかしいな、おかしいなと思いつつ、それでも、それでもこの髪の毛が一本一本合っていくんですよね。ただ、細い太いでは,はあります。細い太いの違いあります。まあ、皆さん分かりやすい例ではね、髪の毛の精査だったら、あの釈迦竜像と釈迦座像ね、あの東白にあります。 ままでも飾ってあると思いますから写真撮影ができますのでね、フラッシュはたけませんけども、あの撮ってこられて、自分で精査なさったらよろしいんじゃないかと思うんですよ。あのー、彫り方まであのー、一緒ですからね、傷なんか髪,髪の毛のね、向かって右側にね、中腹あたりにね、傷がついてるんですよ。あの両方の像のね、髪の毛1本ですよ。その傷まで同じですから、あのー、驚かれると思いますよ。 で、私たちはなぜそういうものを見てですね、やっぱりおかしいんですよね。だって、もう一回原点に戻りますと、5000キロも離れたガンダーラと、それから日本の、ね、中口の像がですね、まあ仏像というの魅力像ですからね、像がですね、あの同じだということをですね、なぜそこを原点にして、あれ起点にして、ものを考えないかということなんですよね。で、まあ、 見たこともないような神様を信じろと言われても私にはできませんがしかしそこにあるものをですね見たものをじゃ,あじ,ゃあじゃあなぜ人間はそれを信じないかというと今先ほど言いましたようにそれをその信じて起点にしてしまうとあの物の考え方が全てひっくり返っちゃうんですねもっと分かりやすければ崩壊してしまうんですよね今までの自分が持ってた常識あるいはその ずっと組み立ててきた、そのなんて言いますかね、構築してきた、その、まあ、ロジカルなね、ものの考え方というものがひっくり返ってしまうんですよね。特にあ、あの、あ高校学高専,専門になさっている先生方にとってはそうだろうと思うんです。で、その点、あの理科系の先生っていうのは、頭が柔らかいというか、あの、あるね、あの、 大学の教授をなさっている方なんですけれども、あの今あの、いろんなことを教えていただいてますけれどもあの、科学者というのはです、ねあの、そこに事実があると認め,認めざるを得ないんだというような言い方を一度なさったことがありますね。まああの事実 があれば事実を認めた上で、えー、もう私たちはそれを信じるとか信じないそれを起点にしてあの理論を組み立てていくんだということをおっしゃったんですけどもそういう視点がないんですねだから事実があってもあのそれから目を遠ざけてしまうというか目を背けてしまうというかねあえてその目を,目を閉じてそれからそれの問題については触れないようにするわけですよね触れたら大変なことになってしまいますから。 でああのー、まあ、確かにそうだと思うんですよ。これ今、あのー、ここで何してるかというと、ミロのヴィーナスとあのガンダーラの遮火竜像、あのー、後の方で遮火立像と言いますけども、あのとこ,このあの,先あのビデオを作ったときには、私は立像と呼んでましたんで、あごめんなさい、間違いです。正しくは遮火竜像と呼んだそうですね。まあ、いいんです、ね、という読み方見たらどうでもいいんですけどもね。あのー、そういうことなのまあああのか、あのー。 同じ、その、なんて言いますか、データベースを使って同じように作られたということは、もう、今この髪の毛もね、あの太い細いありますけど、ここであのビデオを止めて、皆さん簡単に精査なさるんだったら、精査してみてください。同じなんですよ。まあ、要するに、この、ここからスタートす,する。だからなぜ人は見たものを信じないのか。逆に言いますと、こういうこともあるんですよね。あのー、私と YF は UF はを見ました。 それは見たものは見たのであってどうしようもない事実なんですよね。ですから、あのそこを規定にしてものを考えるから、 後のものの考え方、スーッとこう流れていくんですよね。しかし、見たことがない人にとっては、そうでないだろうということは、私も想像がつくんで、というのは、私たちもそれまでは、あそういうものは、その、なんて言いますか、オカルトと言いますかね、超常現象というか、あのー、超常現象という言葉を使って、あのー、相手側の方たちはですね、私たちを生いな目で見ますけども、 あの決してキーな人間じゃないと思うんですけどね、割と常識的な生き方をして、常識的な人生を送ってきたと思うんですけども、キーな目で見るわけですよね、まあ、皆さんの中にもあの UFO をご覧になって、それを口に来たら、周りの人がどういうふうに反応するかということは、もう皆さんご経験済みだと思いますけども、あのそういうそのキーな目で見て、特に日本人はそういう面が強いんですね、いわゆる経路の変わった人を自分の仲間には加えないと言いますかね。 まあそういうのはあ,あるわけですけども、そ,うそれ以上に、このなんて言いますかあの、排斥してしまうというかあのあ、排除してしまうというような感じになりますよね。で、でまあそう、そうではいけない。じゃあ、UFO は、まあ、ともかくとしましてね、これは運のいい人も見られますし、運の悪い人も見られませんからね、運の問題ですからね。ところが、この像を見てください、今、ちょうど2つの像をね、あの並べてみましたが、 これを偶然の一致というか、言う人の方が私は頭がおかしいと思うんです。あのね、どんな像でもそうですけど、似てよっぽど似てる像でもね、2つからつな,なの繋げてみてくださいよ、こういう風に。絶対に合いませんよ。どっかおかしいです、やっぱり。ところがここ、ここまで合うということは、もう一致したということなんですよね。ただあの、この唇と鼻とか、それがちょっとの作り方が違いますが、あのここだけは、ね、バリエーションを加えてますよね。 で私はこのあたりから、これら2つはです、ね、同じデータベースを使って、3D フォトグラフ技術を使っての,のデータベースの例でね、でまあ、現在それも、もう、なってますからね、常識化していますけども、3D フォトグラフのね、テクノロジーを使って彫刻したなっていうふうに、このあたりで怪しまして、ね、特に目のつけあ、鼻の付け根を見てください、ね、くぼみまで同じなんですよ。 そしてあの髪の毛がね、あの中宮寺の方はあの磨かれすぎて,きてみ、磨かれすぎてですね、テカテカになってますけども、あの光線の加減を変えたりしますと下、下にそのまだら模様ができてきますけども、あうか浮かべがってくるんですけど、そのまだら模様まで同じなんですよ。あの下の方は、ね、磨かれすぎてますね。これはやっぱり磨いたんだろうと思いますまあ磨いたというか、あの丁寧に、ね、あの布なんかで拭けばですね、毎日拭けば、ね、それだけの、 木造でですすから連れてくるわけですねそしてあの後のビデオの中であの右の中宮寺の弥勒菩薩像はあのクスノキで作られていて中国や韓国にはなかったんだって言いましたけども中国や韓国にはなかったみたいですけどもインドにありましたねであのクスノキというのはですねあの海沿いの暖かい地方で育つ木なんですよねですから内陸部じゃないんですよね、まあ、ということで、まあ、あのちょっと訂正もありますけども、まあ、訂正というとやっぱりこの 魅力菩薩像というのか、あのハンカシー像というべき,うべきなのか、こ名前はね、あとの,の人たちが勝手につけているわけですから、あの全然意味はないわけですね。だから、中宮寺の像、それからガンダーラの像、代表する、ともに像と、そういう言い方の方が正しいんじゃないかと思いますかね。まあ、ともかくも、こうして二つの像を比較して、これからしますので、 ごく軸の,つあの読み方の使い方の間違いはあるかもしれませんけれどもそれはお許しくださいねそ,それはまあさておいてですね弁解がましいですけれどもあのまずこの2つが同じであると。 じゃあなぜ同じかということをそこから考え始めるですね。ちょうど私たちがあの夜 UFO を見た、あれは何だということが今の私のこの原動力になってますからね、謎解きの。同じように、この中宮寺の像とガンダーラの像が同じであると。なぜ同じなのかというところから、もう一度皆さんあの原点に立ち返ってえ考えてみていただけないでしょうか。 まあ、あの、これはもうお願いというよりもですね、これ,でこのこれを発表したとき、もうずいぶん前なんですけども、あーアクセス数も少なくて、1年ちょっとで1200、300件しかなくありませんでしたね。ということであの、どうか次の続くビデオをご覧ください。よろしくお願いいたします。まだちょっと時間あるのかな。えー、See you again next time. Bye.